第3次、カツラ内閣は、元老、内大臣兼事従長のカツラ太郎が、第15代内閣総理大臣に任命され、1912年12月21日から1913年2月20日まで、続いた、日本の内閣である。1912年12月21日任命。在職日数62日。1912年12月21日任命。 内閣発足当初、1900年代の日本の政治は、官僚機構の主催者の地位にあった、桂太郎と衆議院第一党の座を維持した立憲政友会との連携によって成り立ち、桂、西ラ、次両名が交互に首相に就任していた。しかし、政権内部では、 反発勢力の最大実力者で、政党内閣制への導入を嫌う山形有も筆頭元老と西恩寺総裁に代わって、声優会を取り仕切り、地方への利益誘導を図る原隆氏を中心に、権力闘争が常に起こっており、1911年の第2次西恩寺内閣成立後には、敬遠の一方のオスであった桂は、 山形、原野双方からその美音的な態度を敬遠され、1912年8月、明治天皇の崩御を口実として、山形の水挙で内大臣権自重長という、旧中職をあてがわれ、事実上の政界引退に追い込まれた。同年11月、二子師団増設問題が勃発。当初は、陸軍と西友会との予算獲得の争い、条件闘争に過ぎなかったが、 政界復帰を目論んだ勝ツが自重調の権限を用いて山形と原の間の連絡をかき乱した結果、事態はエスカレート、陸軍は上原優作陸軍大臣を引き上げ、公認の大臣を出さないことによって、西恩寺内閣を総辞職に追い込んだ。公認の首相には、言動会議の推薦により、勝ツが推挙され、勝ツは政界復帰を果たす。周囲は、 カツラが引き続き聖遊会と連携して、政権を運営するものと見ていたが、聖遊会の利益誘導の態度に嫌気がさしたカツラは、聖遊会以外の新党の結成を以前から、気としており、首相就任を機に、カツラ神道の結成に乗り出す。しかし、この西恩寺内閣の崩壊、カツラの再度の首相就任が、山形とカツラが示し合わせた陰謀であるとみなされ、県政用語、 文末打破を掲げた、県政擁語運動が民間で湧き上がる。桂は、声優会をはじめとする、各政党から議員を大量に引き抜き、綱領を示せば、世論の支持は得られると考えて、新党結成に突き進むが、肝心の声優会からの合流はほぼ解無で、さらに議事堂が連日群衆に取り囲まれ、出入りする大臣や、桂新党の議員の身が危険にさらされるまで、 エスカレートする。2月9日、桂は最終手段として大正天皇の象職を引き出し、サイオンジ、原ら声優会首脳も一旦は矛を収めることに同意する。しかし、サイオンが児童の大義士の説得に失敗、直視貫徹に失敗したサイオンは責任を取って総裁を辞職する。身体極まった桂は2月10日、 内閣総辞職を決意するに至った。在任期間は62日間で、東国の宮内閣に次いで、史上第2位の短米内閣になった。政変後、原が総裁に就任した、声優会は、桂の後継として、対面を受けた山本昆米首相を支えることで、与党復帰を果たす。一方、桂は、直後に病死したが、第三次、桂内閣で、 政界進出した加藤孔明がその意志を継いで立憲同士会を結成、後に声優会と二大政党を形成する立憲民政党の母体となった。ありがとうございます。